でももうマジなんか慣れてきましたね。あんま緊張感ない。そんなことはない。始まる前に緊張するんじゃないですか、ね。直前まで緊張しないってことですか。一回やってるんで。なるほど。でもアランはいつも直前に緊張するタイプなんで、直前にすると思います。すべてお切りください。それでは開演まで今しばらくお待ちください。ということで以上講師証言でした。リグ君プロデュース、そして凱旋楽しもうね。よろしくお願いします。会場にお越しの皆さん、本日は BS 富士主催 15th アニバーサリー普段塾ライブ12の風にご来場いただきまして誠にありがとうございます。そしてね、今日は三重県ということで僕の地元です。じゃあこの後ちょっとグッズの紹介もしたいので、ちょっとグッズと一緒に来るかな。はい、おい、おう、来ました来ました来ました。ということで、はい、青ですね、もちろん。お、もちろん嬉しいね。じゃあ、みえね、みえ久しぶりだ。みえはどこ？みえはこのね、目みたいな目。じゃあ、りくくん、はい、色を塗ってください。三重にやってまいりましょう。やったー、有観客でございます。りっくん凱旋おめでとう。ありがとうございます。ではりっくん塗ってやってください。塗ってやっていきたいと思います。三重、三重、三重は、そこね、ここですね。そしたらさ、終わりだから本当に怒られるじゃん。はい、塗れました。やったー、綺麗に塗れた。本当だ、青繋がったね。繋がった。ということで、みえ、制覇。やったー。普段塾、宮崎へやってきたぞー。まぶしい、気持ちいい、気持ちいい。恋愛無理だ、祈願の神社ではございませんか。恋愛祈願の神社ではございませんか。そうです、先ほどルルブで見ました。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか。何でした。もうちょっと入りたくてギリギリまで来たんですけど、ちょっともう衝動に駆られて、一応ちゃんと俺海パンみたいな短パンと、一応一応結構いろいろ準備はしてきたんですけど、泳げますかね。いいんじゃないですか、行っちゃいましょう。いいっすか。はい、でも別に入った後のことは知らないですか。ちょっと入りたいんだよな、ダメかな。ほらほら、あそこのさ、はい、入ってんじゃん。本当だ、いいな。あ、入りたいんだけど。いや、なんかやっぱ塩の香りが最高なんだよ、なんか。いや、これこれこれって感じ。ギリギリまで楽しい。いやー、でも結構、でも意外と塩の匂いはクリアです。意外とクリア。どういうんですか、クリアって。あんまり、うん、塩っぽくない。塩っぽくはないです、あんまり。砂浜が苦手です。まだ回ってます。回ってます。まだ回ってます。何だろう、砂浜苦手そうな感じを出してましたよ。はい、嫌いなんですよ、ね、え、なんでですか。
なんとなく足汚れるのが嫌なの。ああ昨日靴磨いてきたんで、ちょっと汚して。いや大事。あ、めっちゃ白い。確かに確かに白い。超綺麗。最悪。上下くん、上下くんバンバン入ったけど、本当に上下をね。えとか待って、上下くんを、うん、海の中にいるの。マジ、あれ上下帰ってこい。やマジですごいな、みんな。アランくんには取られてないです。アランくんには取られてないです。結構いるじゃん。結構いるじゃねえかよ。下には取って。ちょっと今から靴下脱いだら入っていいって言われたんですけど、いいですか？どのアカウントで？あるわ。この間って。あるわ。そりゃそうだ。冷静に。あるわ。あの、置いてかれそうです、俺。でしょうね。置いてくよ。置いてくよ。濡れたやつは乗せん。濡れたのが置いてかれ。あれあれ、よーし、マイク機能わかる、ゲットブッセー、わかんないです、わかるよ、たぶんここは俺の所有地です。でもさっき、オートさんにとってもこれ音声使われないっすよね。使われます。あ、使われるの。使います。あれ、変なデタラメなこと言ってる。メイキングなんで。いや、俺もちょっと会いすぎてびっくりします。あ、でもさっきの開けれる。こんな、ね、海に来れるなんて思ってなかったの。いいの、もうそのキャラで行くの。そうですよ。俺はもうチャラさ売りにしていこうかなと思ってる。だからまあビールでも飲んじゃったりしちゃって、まあまあここ全部俺の所有地なんですけどね。でかいっすね。だからもう好きにしちゃってる。吉見さん、でかいっすね。島もあるじゃないですか。そうですよ。まあ海も全部俺のもんだし、空も俺のものだし、君も俺のもの。そう、君も俺のもの。なんやねん。バカ野郎。まあノリノリですわ俺。今日調子いいみたいっすわ。じゃあもう飲んでます？食べたりとかして。いいんじゃない？いいっすかね。うん、知らないけど。まあ。アイス食べたい。ね、そうですよね。知らないけどいいっすよね。うん。いいと思うよ。だって暇じゃね。今さっきからあの 木で遊んでるんですよ。もう暇すぎて、こんなどうすんだよってぐらい。中学生、地元の中学生じゃん。マジマジ。そう、なんかこれでも、はい、最近さ忙しかったじゃん。はい、なるかよ。すごい、あの後ろがすごいね。こういうのいいですよね。なんか最近本当に毎日リハして終わって覚えなきゃいけなくて、頭パンパンで大変だったんですよ。でもやっぱこんな綺麗な景色見たら、こんなでけえ海見たら、俺の悩みなんてちっぽけだなって思ったんすよね。ふっ、ほんとすで深いよ、言葉が刺さるよ。俺たちってちっぽけなんすね。そうだよ、俺たちはまだちっぽけだよ。夢持て進め叫べ命尽きるまでちっぽけだちっぽけだ、この俺は誰よりもいい男。注意書き、彼らはシラフです。あっち行こう。あっちあっちあっち行こう。あっち、あっち行こうよ。そろそろみんな行きますか。あの橋の上で撮ろうよ。待ってて、今からそっち行きます。いや、ちょっと待って、これ普通に風景撮るのも楽しい。僕前髪ない。え、あるじゃん全然。どういうこと？どういうこと、あの人。めっちゃ綺麗ですね。天気めっちゃいいし。最高っすね。今日は写真を撮るのにぴったりだ。宮崎で出会えるなって思ってなかったです。あらら、佐々木。あら、佐々木です。あら、佐々木。出会えるなって思ってなかった。Working.
ここスポーツタイム。さっきからアランのところに映ってるリク、アホなのばっかり気がしてきた。ここスポーツタイムのあるかな。ハザキ氏がさっきのあのファッションショーも良かったよね。良かったよね。あれめっちゃ良かったよ、釣り。写真家ハッシー。 This is ハッシハッシーハッシー。俺たち、俺たちが虫を食うのはハッシー。ハッシー、ここを渡ってるのはハッシー。美味しいチョコレートはハッシー。ポンポンポン。俺たちが使ってるこれアーシー。アーシー。この前僕たちが撮ったのはアーシャー。アーシャー。そして今の発言なしうまいんだよな。さっきから入ってるのはヤーシーの上に。終わりが、お前やっぱなし。やっぱりなし。やっぱりなし。これが鬼の洗濯場。これは見て。洗濯板。洗濯板。箸がもうすごい。汗こも。さっき隠れミッキーいたよ。え、どこ？わあ、隠れミッキーだ。隠れミッキーだ。隠れミッキーだ。確かに隠れミッキーではある。隠れミッキーでしょ？これディズニーランドだ。でもね、ここら辺進んでいくぜ。ここでも十分素材も取れたし。お仕事熱心ですね。そうっすよ。俺あの仕事中毒なんで。めっちゃいいことじゃないですか。真面目だね。それ真面目なんすよ。こう見えてね。こう見えてね。チャラ男設定もうなくなっちゃったね。あ、そうだった。ちょっと営業妨害ですよこれ。チャラ男だったわ。あ、チャラ男がもう一人いる。こっちあの都会のチャラ男がカンタ君が。都会って俺だって都会ですよ。俺だって都会。カンタ君も海にもね入りたからないくらい都会だから。はい、あの砂浜嫌いなんで。まだ今日。大丈夫。まだ靴今日靴履いてますからちょっと一旦見たんですけど、もう裸足という話だった際にはもう行けません。あ、だそうです。え、普通に海とかも嫌いなんですか。嫌いです。あ、マジで。湘南で育ったのに、ね、湘南で育ったのに鎌倉でずっと育ったのに海が好きじゃない。江ノ島で育ったのに。やばい学生時代。いや逆に嫌いというか苦手なんでしょ。逆に近くてね、近いといかないでしょ。いやでもあのあれですよ、綺麗だなとは思うんですけど、なんか神社とか行く方が好きなんでちょっと早く俺行きたいんですよ。え、おむすびあるんだが。地鶏のおむすびですよ。地鶏のおむすび、うん、炭火焼き地鶏のおむすび。あ、地鶏だ、地鶏。うん、なんか、え、でもこれやりたくね、これ。それ何？え、おみくじだよ。わぁ、待って、マジで。ね、俺やりたい。俺、おみくじやろうかな。あずきもしなかったぜ。おみくじ。俺さ、おみくじやろうかな。今年本当に運悪いってあれだったじゃないですか。だからさ、ちょっとおみくじがあるたんびに引いて、ちょっとその都度その都度確かめるっていう。これも聞きたい。あります。ほいほいほい。あれ、え、全然出ない。あの、揺すってる時に一本出てます。あ、でも、あ、多分戻りました。32番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 32
どうですか、こういうの当たるタイプですか、当たるというか。なんか、こういうおみくじって自分が気になることを願った上でそれだけを見るのがいいらしいです。なるほどね、今何の願い。仕事運とか、仕事運と健康運。13番。それいいな、俺もさやろうやろう。大吉。おすごい、イエーイ。気になる仕事運、病気、仕事どこだ俺。病気回復するってことで、大きく心配はないかなだそうです。よかったね。お
俺はやっぱ恋愛でしょ、君とのね。運とかいらないんじゃないですか。君との運とか必要なんですか、恋愛運とか。まあ運命の人だったらどうせ結ばれるんですよ。そうそうそうでしょ。でも今は君とのだから。何言ってんだ。え、これ出しますよ。7番、めっちゃ良さそうなんだけど。マイク番号だ。それな。え、なんか嫌な予感してるよ。末吉近い。恋愛、時を待てばよし。どうだった？やばい。だね。よし。りくくんからいただきました。長いね。あの、俺は念が強いんで。邪心がすごい。人のお金を借り投げ、人の力を借りてずっと願う。あ、ここすごい。え、すごいすごい。ここ何？フォトジェニックじゃん。フォトジェニック。あー、なんかすごい。こういうのを見ると泣いちゃう。だって なんか咳が治りますように。泣いちゃうね、だからこういうの見るとね。ちょっと待って。あれマジボーイスカウトみたいなやつ。あれ、ボーイスカウトになるかもしれない、これは。もうなんかあれこれ設定間違えてるじゃん。あれ頑張れ負けんな、どんな感じ。スタッフさん、この辺なのちょっと詳しくなくて。はい、教えていただき、現地のここの方ですよ。住んでますもんね。そうですね。これやらせていただいてて、やっぱ裸足なんで。そうですよね。これってどういったなんかコンセプトというか。やっぱそうですね、青島ということで、やっぱり青、そう、緑ね、うん、緑をこう基調として、やっぱ、ね、たくさんここのね、やっぱ珍しいんですよ。はいはいはい。やっぱ海の上のこの島って結構もうちょっとスカスカしてるんですけど、ここはね、やっぱ密閉してる。ここに住んで長いですか？結構長いですね。え、ここって住みやすいですか？いや、結構だって、やっぱ今過ごされてどう思います？やっぱ気持ちいいでしょ。いや、気持ちいいっすよね。で、ちょうどいい気温、この涼しさと。確かに。はい、めちゃくちゃいいです。ありがとうございました、詳しく。はい、ありがとうございます。いや、マジでここの人やん。マジでここの人だった、うん、あれ、ちょっと待って、なんか何お皿を、はい、投げて、縄のかかった岩の中に入れるといいらしい。てか、お前、これ貝か、貝もあるのか。どこにお皿あるんですか？買うの？買うらしいです、200円。どこで売ってるの？あ、あれか。貝とお皿と両方あるんだ。アマミヒラカナゲ、これがヒラカが収まれば、あの中に入ったら願い事が叶って、割れれば開運厄払いってことらしい。なんかこれ色綺麗だからこれにしよう。あ。下手くそでした。最高だ。いや、裸足ですから。すごいよ、はい、私は。もうすぐさま海入ってた。はい、入りました。九州のところ。九州男児の。九州男児です。いいやすごいな。最高ですね、ここ。いや、幸せですね。いいですね。いいですね。癒されました、なんか。天気がいいですよね。ね、本当にそう。本当に。晴れてよかった。ここからね、5日間観光ですかね。はい、そうですね。そうですね。やることいっぱいありますよね。しおりに帰ったと。しおりも作ってきました。はい、連載です。観光して、最高だな。もう食べて、いっぱい食べて。ね、
肉巻きおにぎりとかチキン南蛮とか、うん、マンゴーとか、マンゴーは絶対食べる、マンゴー絶対食べる、食べなきゃですよね、俺たち忙しいですよ、そう観光も意外と楽しい、宮崎回るのに5日間ぐらいかかるって。そうです、そうです、楽しするには、ね、楽しするにはやっぱりやっぱりね、まだ今日明日もここ来ますから気に入りすぎだろ、トリマ海入ります、トリマ、ここ、いや海入りたい、ここ集合で明日も、はい、これいいところでした本当に、はい、いろんなパワーをもらった気がします。さっきさ砂すげえ苦手ってずっとさっきなんか虫いるから早く力で任せて、宮崎来てからマンゴーしか行ってないんですよ、マンゴー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 、やっぱ沖縄も有名ですけど、やっぱ宮崎のマンゴーは食べた時本当に感動しました。マンゴー、マンゴーにはうるさいですよ。マンゴーにうるさいですよ。え、選んでる、選んでる。やばいやばいやばい。最高。コロナありますよ。何？コロナ？コロナビール。ビール飲みたい。そう、無理やりじゃない？そう、無理やりじゃない？この服に絶対コロナビールありますよ。ビール合うと思うんだよな、無理やりじゃない、いやーこれはチュロスじゃないですかね、いや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 、生かな、やっぱ生が合う服かな、いやーあれあれっすね、ラムネじゃないですか、なんでだよ飲ませんかい飲ませんかい、俺に俺は黒霧飲みたいんじゃ、宮崎黒霧だったら似合います、黒霧飲みたいんじゃ、これかっこいいっすよ、見てくださいめっちゃでかいっすよ、撮ってもらえますか、あれこれがマンゴーパフェでございます、いいね、アイスもだ、そうめっちゃうまそうじゃないですか、うまっ、宮崎でやってきたぞ、グッドやったー、では太陽君、宮崎君、はい、宮崎君、宮崎君、はい、宮崎君、宮崎君、ここですね、はい、いいね、でかいな、結構大きいからね、ちょっとね、乗っていきたいと思います、九州が上がってきた、九州上がってきた、上がってきた、上がってきた、沖縄だ、はい、こんな感じですか、これはコキ君からのお手紙です。あー、いいですね。未だかつてない緊張感に包まれております。よっしゃ、じゃあやりましょうか。はい。はい。では、アラットお願いします。はい。皆さん短い間お疲れ様でした。短い間。本当に短い間で。あんだけ練習したのできっと大丈夫だと思います、はい、はいはい、緊張せずに楽しんでいきましょう、はい、楽しみましょう、深夜練したもん、深夜練したもん、俺たち、そうだ、僕たち深夜も踊った、もし間違ったらごめんな、楽しまないと、ライブは緊張したらノンノンノンライブスタート、ヤッホー、一番緊張してる一番緊張してる心臓痛い、本当に楽しい時間ありがとうございました、以上フダンジュでした、それでは最後にフーパー、今日はこことここにもモニターがあって上も怖いんで、ちょっとアクロバットが怖いんで別バージョンです、別バージョンとかあるんだ、別バージョンにするんで練習してます、さっき上弦がずっとデージデージって言ってたから、なんかそっ
これ。デイジデイジ言うからもうデイジ吸いとうよって言いそうになるんですよ。もうよくわからんじゃんって混ざりまくってる。もうデイジデイジバリバリ吸いとうよ。あ、これも使われるわ。確実に使われるわ今の。絶対使われるわ今。瀬戸幸喜くんプロデュース会頑張りましょう。よろしくお願いします。確認ごとで、はい、ピンサインは1列のままで、はい、同じ側は2列にするか。はい、はい、オッケー、よし。で、はい、ピンサインは終わったらタオル置いて、ジュ、はい、ーンで移動。よし、はい、よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー。うわー、福岡公演12の風終了いたしました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。筋テスト良かった。ありがとうございます。ありがとうございました。怒涛だった。福岡終了、楽しかったです。お疲れ様でした。楽しかった。ありがとうございました。いい PV ができました。いい PV できた。確認してみてくださいね。はい、本日普段塾お世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、サウンドチェックで、一部の M さんの先輩の彼女からやらせてください。あの一言一句村正くんがやってたことを言いたいので、そう、そこに、あ、これ自分でやります。あ、いや、あの下にかけるんで、ここで。みんな見えるんですか。ブンブンしようぜつだ。おいこらだった。よし、カンタ君それ見えるんですか、本番中。これはですね、おまじない、おまじないです。これにさっき惑わされて猿断熟メドレーって言いそうになって。これ見ない。こうやっちゃう。こうやっちゃう。なるほどね。って言って間違えたりして。でも意外とこういうのってなんだろう。書いてる方が間違えたりするんです。書いてないとなんか頑張って覚えようと思うんですけど。逆効果じゃん。逆効果。本日は BS 富士主催フィフティーンスアニバーサリー普段塾ライブ12の風にご来場いただきまして誠にありがとうございます。盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。アニュー風刺が来たぞ。違うね。地上波、地上波だぞ。海の風がこの方に来る。こんな風に来ます。楽しんで。はい、ということで神奈川県にやってまいりました。はい、まあ、今日は、はい、ゆずきさんとのプロデュース公演ということで、はい、ちょっとステージからお届けしていますが、じゃあ俺塗らせていただきます。はい、やった、やっと塗れる。なんかさ、神奈川は割となんか何度か来ててさ、そうだね、うん、今日塗ろうって言ってたんですよ ね、 ね、今日待ってたわけですよ。そう、いっぱい来てるんですよね。よっしゃ、塗れました。よしゃー、早い。ということで神奈川制覇、イエーイ、やったー、やったー。
と、これからも全力でまだまだ頑張りたいと思います。今日は遅くまでありがとうございました。なんか読んでくださいよちょっと何かわかんないこれあ、これどうすればいいですか一人一人に配って何 て書いてあるんですか。カスタあ、それはカンタって書いてある。あ、でも全然あのカンタって言うけど全然食べていいよ。それ絶対カンタ分じゃないですか。絶対カンタ分じゃない。これはお餅と、あ、料理名が書いてあるってことですか。はい、お餅と韓国の餅と韓国のなんか、あ、なんかお菓子。あ、これは甘い系。甘い系で、これ海苔巻き。これスパム入ってるからカンタ食べれないから、あのカンタ用にプルゴギの海苔巻きと、ね、ホットックとタッカンジョン。なんですか。これ母ちゃんの手作りですよ。そうだよね、やっぱちょっと待って、カンタちゅうだった。カンタちゅうでしたよ、やっぱ。あ、ちゅうなの。カンタくんだ、日本語。これ日本語や。なすりくんだろ。ちゅうかった。これ日本語や。ひらがな。ほう、カンタくん。ちゅうかと思ったぜ。でも俺もちゅうかと思ったぜ。これ、あ、まんじゅう。まんじゅうじゃない、なんかね、ケーキみたいな。ちょっと、じゃあ失礼いたします。食べてもいいですか。いただきます。何の味する。なんか、なんか説明できないんですよね、これ。これはうますぎる。かりんとうみたいな。あー、かりんとうより柔らかい感じかな。硬いんですか。ちょっと硬いっす。ちょっと硬めです。あ、じゃあ揚げてるのかな。あ、多分揚げてますね。うまい、これ。はい、今日会場に来ることができなかった皆さん、会場は大いに盛り上がっております。この大盛り上がりのライブ楽しめれますので、ぜひ見に来てくださいね。イエーイそれでは開演まで今しばらくお待ちください。以上、くるみ沢小太郎でした。よし、カット背中叩いて。優しめですもんね。中ぐらい。あ、中で。あ、OK、ありがとう。僕の優しくさすって。いけろいけろ、君ならばいけろ、君ならばいけろ。あれ、じじい。さすって、お腹さすっていただくの。君ならばいけろ。もういけるわ。これですごく安心するんです、いつも。さすってもらうだけで。そうなんです、僕はさすってもらうタイプなんで。叩かれると痛いんで。そりゃそう。緊張してきた。はい160ぐらい緊張しますリハーサルでもずっと反逆者のなんか歌詞が出てこなくなっちゃう病気にかかってて、今リハーサルからずっとトラウマです。ダース思い返して、もういっぱい練習してますからね。いや、練習したけど、昨日やっと初めて1回だけできたんですよ成功率低いで、昨日から今日は1回ミスしてない、今日はミスしてないから。カンタ君、はい、全力で背中叩いてください。任せてください。本当に全力、あの、カンタ君が痛くない程度で。大丈夫かな、行きよう、行きよう。あの、うわぁ、なんか細胞死にそうですね。え、いつもこれぐらいですよね。それだよね。何個か死んでる。何万個か死んでる。でも、俺いつもこれぐらいで頼んでる。だん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 死んでる。大丈夫です。だんだん死んでる。誕生日なのに。いや、これぐらいがいいので、カンタ君に言ってます。はっはっはっは。楽しんでいきましょう。すごくすごく幸せでしたし、何よりもメンバーの皆さん、本当に1週間、短い期間の中で、俺のわがままに付き合ってすごい完璧に仕上げてくれてありがとうございます。今日は本当に本当にありがとうございました。
お疲れ様でした。あ、終わりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。イエイ。